すごい角度からお届けしております、ラベズキッチン。本日はですねカレーを作ります。早速カレーを作っていきたいなと思います。見てください。今日はですね YouTuber 界にサブセッティっていうとあの帽子なんですけど、これを被るたびにみんなからですねサブスクライブって言われるんですよ。サブスクライブ見えます？ LINE 番号教えてみたいなメガネみたいになってますけど、そういうことじゃないですけどね。よろしくお願いします。玉ねぎをまず切っていきたいなと思います。目がしみるね。玉ねぎ切りました。目めっちゃ痛い、やばい、目がやばい。何入れましょうか。具材はほんと何でもいいと思うんですよ。エリンギも入れちゃいます。エリンギとか好きなように切ってもらっていいんじゃないですか。なんか炒める順番とかあるかもしれないですけど、めんどくせえからチン言ったんで、今回はちょっと豪華にですねビーフです。ビーフも食べやすいサイズに切っちゃいます。あ、いいですね。半解凍な感じが切りやすいですよ。いいですね。ビーフだけでいいかなと思ったんですけど、ちょっと贅沢にチキンも入れちゃいましょう。で早速炒めていきます。本当はバターがあったらベストなんですけど、バターやっぱ高いんでマガニンを入れます。たっぷり入れますよ。ほんでこれですね、ニンニク、ニンニクもたっぷり入れました。で宝部屋ですね、ちょっと辛いのが好きなんですよ。一味唐辛子を入れちゃいます。いい感じに炒めております。ただいまお肉は炒めてる間はちょっと塩つけてね、下味とかをつけときましょうかね。塩をもんどきましょう、揉み込んどきましょう。あ、いい感じに炒めてますね。お肉投入です。やっぱ宝部屋ですね、お醤油が好きなんですよ。お醤油足してで、ある程度炒めたら野菜投入です。具沢山やね今回ね。でここでですよ、塩そして胡椒を入れときましょう。胡椒をガンガン入れときましょう。胡椒をガン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 入れておきましょう。いいですね、いい匂いしますよ。かなりもう多分この時点でうまいですよ。ここで登場カットトマトです。トマト入れますよ、ガンガン惜しみなく入れちゃいましょう。惜しみなく、めっちゃ惜しんじゃった。水気をねガンガン飛ばしていきます。いやもうこの時点で多分うまいと思う。これ入れていきましょう。白だしとやっぱりお醤油ですね。汁気を飛ばしていきます。で今回はですねバーモンドカレーのルーとジャワカレーのルーをミックス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 。お水がですねちょっとトマトの出汁が入ってるんでちょっと少なめでいいかもしれないですね。900ぐらいお水入れましょう。様子見てみましょう。それでとろみがどんくらいつくか。あぶね、忘れてました。ここであいつを入れなきゃダメですね。蜂蜜です。なかなか落ちてくれないんでこの状態で待っときます。ずーっと入ってますかね。今蜂蜜が入ってますよ。美味しくなってますよ。今美味しくなってますよ。すごい美味しくなってるはずですよ。今いいですよ、美味しくなってますよ。美味しくなってるよ。今美味しくなってる途中だよ。美味しくなってるよ、美味しくなってるよ。あとは沸騰待ちですね。今沸騰待ちです。沸騰待ち。カレーはさやっぱこの作ってる時のワクワク感がやっぱ違いますね。あのなんちゅうの、他の料理やったらさあたふたせないかんやん、はーって入れないかんけど、でもカレーって結構その待つ時間が多いけどさ、煮込み待ち。鍋と一緒よ。鍋もさこう蓋開けるまでのワクワク感があるやん。あれに近いものを感じるよねカレーはね。これどうしよっか、もうちょっと一味入れていいような気がするけど、どう、辛いかな。入れちゃってますけどね。いいですね、今もうグツグツしてますよ。じゃあここで入れましょうカレーのルー。こうやって入れる。今ジャワの旨味がかなりこの中に入ってます。ジャワの寝る寝る寝るね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 ルルルルル払ってるルルルルル。いい感じに色が出てきてますね。今キャリーのいい感じのねキャリーパンパンですよ。ファッションモンスターファッションモンスターこの地でレレ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 レ
しょ。よし、あとはもうじっくりコトコト煮込むだけですよ。じゃあ完成をお待ちください。できました。宝部特製カレーでございます。これですね、ポイントはお茶碗に一度お米を入れまして、ひっくり返すとこうやって丸くなるんですよね。で、パセリとガーリック、おお、湯気直れ。で、ガーリックチップをですね、ちょっと揚げて上に乗っけてます。美味しそうでしょ、いい感じでしょ。で、パセリですね。あとはお好みで粉チーズも美味しいので、ぜひ粉チーズをかけて食べてもいいんじゃないでしょうか。以上、宝部料理ラビズキッチンカレー編でした。バイバーイ。